井上真でございます。ノーミルク佐藤です。今日もよろしくお願いします。今日こちらとします。残りの日程改めて J1、2、3全部確認していこうじゃないか。やりました。お願いいたします。これは気になる。お願いします。はい、誰がどこで、はい、当たるのかも含めでしょ。これはそうですね、はい、す。我々実はこれはですね、はい、10月5日の、まあ、うん、天皇杯京都広島戦が終わった直後に収録しておりまして、はい、はい、まあ、決勝がね、甲府広島になりました。ということです。そして J2 では大宮山形の延期分が終わりまして、あと J2 残り3節で全部揃いました、はい、どういうことです。っていうところで全部改めて見ていきましょうよという回でございます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、見る若まだね、チャンネル登録してないよっていう方お願いします。しといてね、で、いきましょう、はい。なんでそんな J2 から今日は行ってみたいと思います。うん、まずは上位陣。はい、ドン。出た。はい。はいはいはい。J2 は残り3試合でございます。もうそっか、そうだね。はい。はい。なんで基本的にはこういう感じになって、うん、まあね、全チーム揃ったってところもあるんですが、はいはい、まあ1位新潟と2位横浜 SC に関しては、はい、新潟は引き分け、あ、次節ね、うん、新潟は仙台相手に引き分け以上、うん、はい、横浜 SC は大分相手に勝ちであれば、うん、3位以下岡山とかのね、試合結果関係なく自動昇格2位以内が決まります。うん、ああ、そうですか。そうですね。はいはいはい、はい。まあ、とはいえ、まあ、だから、正直、確率、昇格の確率で言ったのも8割以上はもう来てるってところはあるんですけど、主にそうですね。そうなんです。とはいえ、お互いまだ、優勝は決まってないですから。そうですよ。もうそこにフォーカスしてることでしょうね。そうですね。だ、最後までバチバチやり合うんじゃないかなというところでございます。それも楽しみでございますし、はい、ね、うん、もう、あとは注目が集まりますのが、もう、プレイオフ争いということで、ね。そうなんですよね。はい。はい。で、うん、そこにも行きたいんだけど、まずは皆さん、うんうんうん、ちょっとここだけは触れなきゃいけないっていうカードがありまして、すでにプレイオフ以上の資格はゲットしてるのが実は3位の岡山でございます。はい。はいはい、そうですね。そう。で、自動昇格。6位以上決定してる。そうなんです。うんうん、ただ、ちょっと自動昇格まではちょっと新潟横浜市遠いって状況なんですけど、うんうんうん、そんなこと関係なく難しいのが次節です。次、う、節、んはいはい。甲府。うんうん、なかなかちょっと最近 J2 のリーグ戦では結果残せてないものの。甲府ということでね、天皇杯。そうなんですよ。進出して。J1 鹿島にも勝ってきたチーム。そうですね、この勢いをどう持ち越していけるかってことですよ。そうなんですよ。甲府はしかも残留かかってるから必死ですよ。そうなんですよ。うん、ただ、その目線もあるんだけど、はいはい、ミッドウィークで戦ったっていう、いわゆるヒットポイントゲージの部分ですよね。うん、そうですね、過密になっちゃってるから、甲府は。そうなんですよ。はい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 、そういう、だからちょっとどう取ればいいのか分かんないけど、さあどうなるってなるのが、この岡山甲府戦もちょっと楽しみなところになってくる。うんうん、そうだね。そうだね。はい、知れませんね、と、うん。で、あとここ難しいのこの新潟横浜 1位って1位、2位と5位、はい、6位、大分仙台がそれぞれ直接対決だっていうところになるので、これ上2つがちゃんと勝ってしまうようだと、うん、夜7位か山形、徳島、千葉、長崎、この辺りが仙台を杭にかかってきます。うんうん、確かに、確かに。さあここら辺もいやですね、見逃せませんね、なってきますよね、うん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 、っていうのがまあ J2 のまあ上位陣っていうところになってくるのか、はい、ああいうところでございますよ、ましょうかということです皆さんね、はい、はい、そして J2 の残留争いの方も見ていただきましょう、はい、こちらでございます、はい、出た、うん、先ほどと若干だけ表の見方が変わるんですが、はいはい、まあ甲府さんの脇になんか急突如として一チーム出てきましたね、うんうん、天皇杯決勝、広島戦と。そうですね。いうところになります。はいはい、そうだ。はいはいはい、はい。で、なんかその甲府の隣、本当だったら41節がなきゃいけないところが、なんか空欄になっておりますと。実は41節の日、うん、天皇杯決勝が被っちゃうんですよ。なるほど。そう。そうか。そうなんです。はあ、はあははあ、で、ずれるんですかこれは日程が。実はですね、はい、そう、41節ってのが、10月の、15、16で行われ、はい、で、最後の42節ってのが、翌週の土日の22、23のところで行われることになるんですけど、うん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 、天皇杯被っちゃったってのがあって、はい、ミッドウィーク、19日かな、うん、で、町田甲府戦が行われることになります。町田としては、じゃあちょっと、ピッチ変えなきゃいけないってことだね、ペース、ね。そうですね。ピークを。はいはい。そう、40節、41節の間は空いて、逆に41、42節の間が、まあ、ね、狭くなるみたいな感じにはなります、ね。まあ、これしょうがないね。うん。そうですね。はいはいはい、はい。はい、うん。で、あと残留争いのとこを、まあ、確認していくと、はい、まあ、注目になるのが僕は、グルージャになってくるのかなと。岩手グルージャ盛岡ですね。はい。はい。現状、もう17位の栃木以上は残留確定です。うん。
なんで、18位甲府、19位大宮、20位群馬、21位岩手、22位琉球の5チームが残留争いの対象枠になってくるんですけど、はいはい、21位の岩手は、残り3試合だから、今の34に残り全部勝った場合の勝ち点9をプラスすると、勝ち点43までしかいけません。はい。っていうことは、甲府は残り3試合で勝ち点1さえ取れば、まあ、ほぼほぼもう決定だってことが言えるし。なるほど。はい、大宮群馬も1勝1分けぐらいすればもう絶対っていうところは言えるんですけど、はい、そんな中でその甲府と群馬、18位甲府、20位群馬はその21位岩手との直接対決を残り、まあ、2試合のところで残してるんですね。41節、42節で。そうだね。うわぁ、ここはね、熱いね。そうなんですよ。だから岩手としてはもちろん40節のベルディ戦で勝った上で、残り2試合群馬にも甲府にも勝てるようだと一気に残留の目を残す形になりますから、ここがちょっと注目ポイントになるんじゃないかというところでございますと。いやー、いろんな見方ができますもんね、これね。サポートチームによってもまた見方変わってきますし。そうなんですよ。終盤までもう最後までわかりませんね、これな。そうなんです。で、まあ、G2 だけじゃなく、今日は G1 も G3 も行こうと思うので。はい、お願いします。もう一気に見ていきます。続いて G1 でございます。はい。はい。J1 こちら。はい。はい。ドン。こんな感じでございます。J1 のまず上位陣という形の J、はい、まあ、中位ぐらいまでかな、はい、になるんですけれども、うん、こちらもマリノスは、あともう川崎、広島相手に勝ち点を広げさえすれば、もう優勝決定です。もしかすると、土日に行われる32節と、あとは来週水曜日に行われる延期分の岩田戦、このあたりで、もしかしたら。決めてしまうかもしれない。ただ、うん。ガンバ岩田も必死の時期ですね、これは。そうなんですよ。はい、残留争い。だから、順位的に見たら、うん、なんかマリノスがね、あっさり決めてもみたいなこと思われる方もいるかもしれないけど、いや、そうはいかない。は、いかないよね、ここね。はいはいはい、はい。だからむしろ、最も当たりたくないところと残り、ここ2試合で当たらなきゃいけないっていうのがマリノスでは。そうかもしれないね。そのあたりで川崎広島が、まあ、マリノスとの、勝ち点を詰めてこれるかどうか、うん、まあ、とはいえ川崎広島のあたり目もすごいですよ、これ2試合。そうなんだよね。みんな必死のパッチでやってくるチームばかりですよ。そうなんですよね。川崎は清水京都。そうなのよ、で、しかも本当は32節と33節の間って、はい、天皇杯とルヴァンがあるから2週間お休みになるんですよ、はい、J1 リーグ戦、はい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 、だけど広島は休みなし、うん、そうなんだよね。ここで2冠が手に入る可能性もありますからね。そうですね。そっか、2週で2冠が。そうなんですよ。すごい。で、これちょっと、またね、まあさ、皆さん、難しい話なんですけど。戦ったしな、京都とな。そうなのよね。そういうところも難しいよね。そうなんですよ。はい、で、もう一個難しいのは、実は、注目なのは4位争いも大事なんですよ。はい、はい。と言いますのも、実は、ACL って日本って4枠与えられてるんですよ。はい、はい、はい、はい。そうだね。リーグ戦の3位までと、うん。天皇杯の優勝チーム。そうなんですよ。だよね。ただ、うん、今年はそこがちょっといろいろ変わってくる可能性がありそうです。何でしょうか？要は天皇杯優勝枠のところに3位広島の可能性があります。あ、そうだね。そう。うん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 。で、そうなってくるとの話なんですが、もう一個、ACL の今決勝に浦和が進んでおります。ああ、そうだね。はい。で、浦和がもし ACL 優勝すると、来年2月に決まるんだけど、ね。そう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 、うんうん。浦和がその枠の中に入ってきます。なんで、まあ、天皇杯優勝チームと ACL 優勝チームと上位2チームということになります。あ、じゃあリーグ戦3位がこぼれる可能性もなきにしもなんだ。そうなんですよ。なんだけど、逆に言うと、広島が天皇杯優勝して、まあね、3位ってもあるわけでしょ、2位もあるわけでしょ。そう。で、浦和がもし ACL 決勝で敗れてしまうと、リーグ戦のこの対象は1位、2位とプラス4位にもなるので、じゃあセレッソ鹿島、東京鹿島ぐらいまで、この辺りまではチャンシング、そう、チャンシングでもあるし、ただ、はいはい、ただまさみさん問題なのが、はいはいはい、浦和の ACL って来年2月なので、はいはい、そうでしょ、なんと来年2月になるまで自分たちが出れるのかどうか分かりません。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、2月に決まったってさ、で何月に始まるの、はい、ACL 9月です。あ、そうなるのね。そう、2月に決まって3月に始まるわけじゃないんだ。あ、そう、9月なんですよ。秋春戦になるってこと。そうなんですよ。だまあ、転生が難しくなるってこともね。ありますから。まあ、ちょっと準備はできんのか、じゃあね。そうですね。ある程度。まあ、でも、これは難しいね。そうなのよね。まあ、今年はそういうことになってるんですね。はい。まあ、それはそれで。
なんか盛り上がりまあね。浦和頑張れっていうさ、はい、田サポの方がさ、ね、いうようなシーンも出てきたりとかってなるとまた面白いね。そういうことですね。なるほど、わかりました。はい、そして残留争いはこんな感じになっていますと。うん、まあこれちょっと前の動画でも一個話しましたが、まあ12位神戸ですよね。はい、そうですよ。残りの対戦カードが広島、川崎、マリノスっていう上位3チームを残し、プラス延期分で6ポイントのね、湘南戦を残しているか。いや、これが注目と。これ日程君的にはひょっとしたらこれで優勝争いなのかもな、みたいなのもあったらわからない。本当はね。うん。まあ本当いろいろ難しいところなんですよね。これはでもただ盛り上がりますよ。そうですね。そしてあと現状最下位のジュビロ磐田ではあるんですが、実は残り試合数残り5あるんですよ。はい。だから、まあ残りの対戦カード、まあアントラーズ、マリノス、清水、ガンバ、京都とあるけど。勝ち点取れるチャンスと思えばね。そうなんですよ。多い方がいいでしょ、これは。そうそう。だからマックス39までいけますから、今ここに乗っている全チームを抜かす可能性すら、あるんですよね。はいはい。それまだここもまだまだ分からないね。なるほどね。なるほどね、うん。いうところですね。はいはいはい、はい。しかもあと、ガンバ岩田のね、直接対決なんかも33節なんかあります。うん。そのあたりもちょっと注目ですね。と。そうさ、暑い、ね。はい、暑い、ね。暑いね。4位争い、3位争いも大注目、2位争いね。そうですね。そうか。見方によってはもう最後まで、どこも楽しめるということですね。はい。ということになっております。はい。そんな状況でございました。はい、そして J3 でございますと。はい、J3 はまあこんな感じですね、と。はい、まあもう今週末にはまあ藤枝、松本3位4の直接対決があったり。はいはいはい、あとちょっと先32節にはまあ岩城、鹿児島の直接対決があったりという上位陣もあります。いやー、それはでかい。32節、岩城、鹿児島でかい。でかいね、うん。ただ上位4チーム同士の直接対決はもう残りその2試合しか残ってない。ただその下の5位6位ですね、うん、富山今治あたりは上位4チームとの対戦を結構まだ残しているよ、うん、これ王鵬としては上位でバタりたいわけだよね。そうですね、あのもうシスポインターでね、そうですね、繰り返していきたいから、だから分かりやすくも富山今治は1個でも負けたらちょっともうやばいってところになってきてしまうので、優勝かってことでしょ。そうなんですよ、うんうん、はいはい、だからもう逆にと思ってこと、そうですね、うんうん、だからもうあとも勝つしかないですからね。いやでも富山今治は上位とこんだけ当たるってことはチャンスあるよ、これはね。ありますよね。ね、いや J3 面白いな、残り7。残ってますからね。はい。でそんな中で気になるのが、そうなんです、うん、はいはい。ただそんな中で気になるのが15位宮崎。ほう。なんと残り試合数7の中で、鹿児島、藤枝、岩城、松本と、上位4チーム唯一全部残している。あ、本当だ。うん。宮崎の出来にもこれが大きくリーグがね、うん、変わってくるんじゃないかと思いますから。いうところですね。このあたりも注目していきましょうか。どう宮崎がこれ全部勝ったらだいぶね、変わってきますから。そうなんですよね。大混戦を呼ぶ。ね。そうなのよ。だからね。はい。さてどうなりますかといったところでございました。いやいや、ね、残り日程の当たり目表は私大好物、これね。いや、ありがとうございます、ね。普通はね、日本酒と当たり目イカで飲むんだけど、私これ飲んでるからね、この当たり目表で飲んじゃうから。ね、二つの意味で飲むの当たり目なんじゃないかと思います、ね。いいね。噛めば噛むほどでございますから、これね、しがん、当たり目をしがむライブやりましょう、今度ね。これねやりましょうね。本当の当たり目を食べながらね。はい。ぜひぜひです。ありがとうございました。ありがとうございました。でございました。ノーミルク佐藤でした。皆さんね、チャンネル登録、高評価ボタンでよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。またー。あの、10月7日、ライブあります。チケットこちらね、ありますからね。よろしくお願いします。概要欄から、じゃあねー。